ラージクマール・ヒラーには、インドの映画監督、インド映画界で、最も成功した、映画制作者の一人と認識されている。代表作に、医学生、ムンナ・バーイー、その調子で、ムンナ・バーイー、きっと、うまくいく、PK、サンジュサンジュがあり、彼が制作する作品はすべて商業的、批評的な成功を収めている。ナショナルフィルムアワードを含むインド国内の映画賞を、 数多く受賞しており、メディアや観客からは、彼の制作作品は、ヒンディー語映画の歴史上先駆的な作品だと認識されている。ナーグプルのシンド人家庭に生まれる。ヒラーニの先祖は、イギリス領インド帝国のシンド州、ナウシャロー・フェローズ県、メーラ・ブプール出身である。父、スレーシュ・ヒラーニは、ナーグプルでタイピング学校を運営しており、ヒラーニは、 セイフランシスデセール高等学校で商法を学んだ。両親は息子が会計士になることを望んでいたが、ヒラーには映画と劇場に関心を抱いていた。大学時代にはヒンディー語劇場に参加し、スレーシュは息子の写真をムンバイの俳優学校に送付した。しかし、ヒラーには不合格となり3日後にはナーグプルに戻ってきた。スレーシュは プネーのインド映画テレビ学院に進学するように提案するが演技コースは入学希望者が殺到して募集が終了しており比較的希望者が少ない監督コースへの入学の可能性が残っていたヒラーには編集者コースに進学し奨学金を得て技術を学んだバーラトアスミタナショナルアワードを受賞するラージクマールヒラーに、ヒラーには長年編集技師として活動した 彼は、業界での経験から広告業への転身を余儀なくされ、そこから徐々に広告映画の監督、プロデューサーとしての地位を確立していった。また、フェビコールの数人の男性画像と共にフェビコールの看板を破ろうとして、ジョーラが明け敗者と叫ぶというコマーシャルやオギルビーのキネティックルーラのコマーシャルでも知られている。広告業界で成功したものの映画業界への 憧れを抱き続け、ビル・ビノード・チョープラーの下で映画業界での活動を始める。チョープラーが監督した1942愛の物語の予告編やプロモーションを手掛け、カリブでもプロモーション編集を担当した。2000年公開のアルターフ復讐の名のもとに、で、初めて編集技師として制作に参加した。2003年公開の医学生、 ムンナ・バーイーで監督デビューを果たし、主演にサンジャイ・ダットを迎えた同作は、工業的に大きな成功を収めている。2006年公開の続編、その調子でムンナ・バーイーでは、サンジャイ・ダットが演じたムンナ・バーイーの影響で、ガンディゲリという概念が普及するなど、インドの文化面に大きな影響を与えた。2009年公開の、きっと、うまくいくは、批評家から絶賛され、 アーミル・カーンを主演に迎えた同作は、当時のインド映画の興行記録をはじめとする、あらゆる記録を塗り替えた。また、世界各国でリメイク版が制作されるなど、インド国外でも高く評価された。2014年公開の PK で再び、アーミル・カーンを主演に迎え、当時のインド映画の記録を塗り替え、50億ルピー以上の興行収入を記録して、 当時のインド映画工業収入ランキング第1位となった。最終的な工業収入は70億ルピーを超え、海外工業収入も含めて1億ドル以上の工業収入を記録した。2018年公開のサンジュ・サンジュでは、ランビール・カプールを主演に迎えて、サンジャイダットの反省を描いた。キラーには、アビジャーとジョーシーと共に、脚本も執筆している。 同年6月29日に公開され、批評家から高い評価を得たものの、一部からはサンジャイダットをイメージクリーニングしており、事実に基づいていないと批判された。同作は2018年公開のインド映画工業収入ランキング第1位となり、インド映画史上最も高い工業成績を収めた映画の一つとなっている。ありがとうございます。